美ボディには魚ということで、今回はサバの醤油麹漬けを作っていきたいと思います。まずは醤油麹から。米麹を細かくしたものに醤油を入れていきます。分量は1対2なのでとても簡単です。そしてそこに低温調理器ボニーク登場。60度7時間入れていきます。私は寝ている間にセットしちゃいます。醤油麹の完成です。さあここからがメインです。サバを使っていきましょう。サバには栄養が豊富で DHA、EPA の他にビタミン群、そして鉄分、亜鉛なども豊富です。生食はもちろんですが、火を通すなら油と一緒に取っていただくと栄養の吸収率が上がります。さあ、サバをジップロックに入れたら、そちらに醤油麹を入れていきます。1枚につき大さじ1、つまり今回は大さじ2入れていきましょう。ここにコチュジャンを混ぜてもとても美味しいです。コチュジャンがない方は豆板醤と味噌でも OK です。しっかりと揉み込んだらボニークに入れていきましょう。60度1時間です。さあ1時間が経ちましたよ。おー、いい感じに味が染み込んでる。このままご飯に持っていきましょう。身もほわほわで、麹の甘みと醤油のしょっぱさのバランスも何とも言えません。ご飯がガンガン進んじゃいます。ぜひ皆さんも作ってみてください。ボニークの 10% オフクーポンはこちら限定になります。ぜひ概要欄よりご覧ください。この動画が良かった方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。